ロロロロロ、うい、ご領主様、おはようございます。じゃーん、見てください。なあ、少しだけ散歩に行かないか。別に、お前と二人。チリとなれ。このくらい。
なあ、少しだけ散歩に行かないか？別に、お前と二人で散歩したいとか、そういうんじゃないぞ。海の風が気持ちいいから、味わっておきたいだけだ。
願い。Ah!
ね。あ！
甘いわ。任せ。終わりだ。
久しいな、アデルハイド。元気だったか、と聞くだけ野暮ってもんか。こんな時に客とは思ったが、モーリス殿だったか。お会いするのは何年ぶり。ご健在でいらしたのですね。本当によかった。それでわざわざオリビエまで。一体。俺はただの付き添いで来たんだ。お前に用があるのはこいつさ。今のオーベルの領主だ。まさかフェルナンド教の。確か以前にも会っているな。覚えていただけていたとは光栄です。ああ、覚えているとも。父上、フェルナンド教に似てきたな。我が父レオンと語らうフェルナンド教の凛々しい顔立ちを今でも覚えている。そしてそちらの貴殿は。っ、私の名はデフロット・ダノア。今のオーベルの領主様に従者として仕えております。いずれは騎士となり、必ずや王国のためにこの身を捧げんと決意しております。そうか、貴殿のような者もまだこの国にいるのだ。国を思うそなたの心、神殿騎士として嬉しく思うぞ。してこたびは一体何用で我が領地。これをお読みください。ゲオルグ教会騎士団総長よりの信書です。教会騎士団総長からだと。これは読んでの通りだ、ハーデルハイド。今ゲオルグは厄介な状況に陥りつつある。俺たちを通じて間接的でもいい、あいつに協力してやってほしい。ゲオルグ総長の人となりは知っている。教会騎士団でも数少ない信用に足る人物だ。だがことがことだけに軽々しく判断はできん。それに今はカメリアの侵攻、非常事態でもある。返答が定まるまでは時間がかかる。どうかご容赦願いたい。承知しました。とまあ、俺たちの本来の任務はここまでだ。で、こっからはついでなんだがよ。旅の途中でも小耳に挟んだカメリアの侵攻の件、俺たちでよければ手を貸すぜ。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・レ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。
僕のこと頼りない。夜空に咲く紫陽花へ誓う。オルターシア王国に命を捧げる英雄に、王国騎士の誉れを捧げ。僕はノリス。君の力になれるかどうかなんてまだわからないけど、でも僕は君と一緒にいたいんだ。それだけじゃダメ？僕が君の仲間になる理由。あっちの方に綺麗な貝殻があるぞ。たくさん集めてあいつに見せてやろう。